終了いたしましたので予選の結果をですね、お聞きしたいと思うんですけれども、なんと亀井選手、先ほどまで我々は7号車予選トップだと思っていたんですが、はい、なんとタイム真っ白、はい、知らなかったでしょ皆さん。僕もさっきまだ正式に発表してないですけどね、もうどうせそうなるやろうなと思ってたんで、はい、僕はそのつもりで言いました、あれじゃあ今まだそれは裏情報、はい、裏情報今言っちゃいましたね、これステージの MC としてこれ失格じゃないか。いやさっきその話を裏でしていたからいいものかと。僕の予選も失格だけど、失格ですね。そうですね、はい、ありがとうございます。もうこの2人と喋れると失格でもいいです。バカやっちゃった。俺じゃねえよ。さあ最後になりますけれども、明日の決勝レースに向けて抱負をですね、一つずつお伺いしてトークショーを終わりにしたいと思います。では亀井選手、はい、どこからスタートするかもちょっと分かってないんで、ね、一番先頭じゃないことは間違いない。一番先頭じゃないことは間違いないけども、今年僕恐ろしい体験をしていたしまして、一番最後尾じゃなくて一周遅れの最後尾っていう経験をいたしまして、このレース非常に怖いなっていう経験があるので、はい、今トラウマなので人はとりあえず今あんま考えたくないですね、明日のこと。まあでも皆さん応援してますからね。そうですよ、それ言ってくださいよ、はい、まあ、でも亀井選手のために明日の午前中雨が降るような予報ですから、そこでどんどんプッシュしていただいて。ありがとうございます。なんかもう仕方なしに言ったような言葉になっちゃった。そうだよ、そうだよ、ぜひ皆さん期待しますからね。大丈夫です、はい、頑張っていただきたいと思います。さあ、それではバトン選手、最後になりますが、明日の決勝に向けて一言お願いいたします。For us, it's third place. You know, that's the aim. It's never fun going racing, and you know, the best you're going to do is third. But you never know with these guys. You know, they're both fighting for the victory, so you never know what can happen. But I think we've got to look at what we can actually achieve realistically, and that's to beat the rebellions. I think that would be a great, great achievement for us.そうですね、まあやはりですね、トップ集団のところで、とにかく首位を狙ってバトルを繰り広げられるということは、そこで何があるか分かりませんから、そこをうまく狙いつつ、そして、現実的に着実に狙えるところを狙っていきたいということですよね。で、何にせよレースで、レースランク出るって楽しいことですので、とにかく全力を尽くしてやりたいなと思います。ちょっと一つだけお願いがあるんですけど、はい、もし後ろからいたらこう結構ラインを開けてほしいなっていう今の話でいくとね。 Just waving past. Yes. No. そうですね、手振ったらやってようかなと思いますけどダメですね。
皆さんに、そしてこんな天気のあまり良くない中